やっぱり美味しい。乾杯。吉川明です。私この度 YouTube 始めることになりました。嬉しいです。普段は関西を中心にタレントをさせてもらっています。テレビとかラジオでリポーターとかアシスタントを務めています。でその傍ら日本酒が大好きで、酒匠、酒に匠って書いて酒匠という資格、これは利き酒師の上位資格なんですけれども、それの資格を持ってます。あと日本酒学講師、これは日本酒を教えることができる先生の資格を持ってます。その2つの資格を持っているのは日本で100人しかいないと言われていますので、そういった資格を持ってお酒の良さをアピールしています。よろしくお願いします。なぜ YouTube を始めることになったのかというと、もう日本酒を間違ってというか誤解している人が多い、そのことをちょっとね、私自身腹立ってるんですね。というか残念というか、日本酒っていうのは最高の食中酒ということをこの YouTube を通じてどんどん発信していきたいというか、皆さんに証明したいと思っています。日本酒はどんなお料理でも合うんです。その和洋折衷、何でも、日本料理だけではなくって、中華とかフレンチ、イタリアン、最近だったらデザート、あんことかにも合わすことができるんですね。そんなお酒って世界どこ探しても日本酒しかないんですね。なのでその良さを PR していきたい。で、日本酒って誤解されてることがいっぱいあるんですね。例えば日本酒の専門店、こだわりのお店に行った時に、あ、このお酒ちょっと缶につけてもらえませんかって言ったら、え、これ冷蔵庫に入れてるので缶できないですって。え、そんなことないんですよ。お酒ってどんな温度帯でも飲めるので、缶つけたらダメっていう、その偏見を持っている人がいる。残念ですよね。京都のちょっと割烹で1人、まあ、なんか2万ぐらいするところに連れてってもらったんです。で、今日の日本酒って何があるのかこう出してもらったんですね。純米大吟醸とか純米吟醸とか、いわゆるその香り高いお酒がずらっと並んだんです。で、私それも好きなんですけれども、もうちょっとコクのあるタイプのお酒ってないですかって伝えたら、うちんとこの日本料理にはそういったコクのあるタイプは合わないですって言われたんですね。いや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 、逆にコクのあるタイプも旨味をこう引き出してくれるので合わないことはないです。てかむしろ合うんですね。だからそういったなんかこう間違ったこう日本酒の情報をこう知ってる人がたくさんいるので、そういった方に活を入れたいなと思ってます。なぜ私がこんなに日本酒を愛しているかというと、もともと私日本酒飲めなかったんですね。こう学生時代に友達と行く居酒屋さんでの飲み放題で出してくれたね、日本酒ってツーンと頭痛いとかおっちゃん臭いという偏見を持ってたんです。なんですけども、石川県の山中温泉に行く機会があったんですね。そこで飲ませてもらったお酒を飲んだ時に、うわー、こんな美味しいお酒あるんや、もう水のようにスーッと体の中に馴染んできたんです。日本酒の美味しさに感動して資格を取ることになりました。で、私結構好きってなるととことんこう勉強したい、突き詰めたいっていうタイプなので、利き酒師の上の資格、酒匠、日本酒学講師の資格を取るまでになりました。今後なんですけども、日本酒のレビューは基本的にはさせてもらいますね。それに加えて、その日本酒のそのペアリングの仕方であったりとか、日本酒ってこう温度によって香りとか味わいとか変わっていくので、そういった違いであったりとか、あと女性の方必見です。日本酒ってたくさんのそのアミノ酸が含まれているので美容にいいんです。で、私が普段している美容方法、お酒とのその美容方法をPR していきたいです。
ということで、これから日本酒の情報をどんどん皆さんにねお伝えしていきたいと思いますので、ぜひともチャンネルの登録、そしてコメント、高評価お待ちしてます。で、日本酒に関して何かね疑問に思っていることとか聞きたいなという方はどしどしコメントください。やっぱり美味しい。